服部さん落ちてるから通ったらええのにな。なかなかあかんね、選挙に弱いねや。おったらよかってんけど、いてへんから、その分服部さんの分も私が国ではね、みんな生活苦しいぞと、戦争はあかんぞと、やります、大阪でやってもらわなあかん、それを店のさんなんです。女と子供が幸せに生きられる町、それは戦争のない町だと私は思います。戦争をさせてはいかん、これは私のふるさと沖縄の人たちの言葉、私のおじさんおばさん父親の言葉です。戦争はあかんよ、あかんよとは言わないですけれども、戦争は絶対にしたらいけない、あなたたちにそんな思いをさせたくはない、でも努力して平和は守らないといけないものになっている、これが今です。私は皆さんの今日たくさんの言葉、その中でもやはり平和を大事にしていきたい、そのために戦う必要があるのだと思います。4月3日、間もなくやってきます。あっという間の時間だと思います。私が戦うべきものは、今日聞くところによると自民党であり、維新でありという、大きな、ね、ものです。アリが象に挑むような戦いだと実感をしています。本当にアリのような小さな小さな体ですが、思い切って、自分の理想、自分の希望、そして皆さんの希望を守るために、アリは象に挑んでいきたいと思います。そのためには皆さんの力がなければ戦うことはできません。ぜひ皆さん、どうぞこのアリのような海瀬戸稽古に大きな大きな力を貸していただけますよう、よろしくお願い申し上げます。